やあみんな、いつも動画を見てくれてありがとう。俺は上限の2、ドーマだよ。みんな今のうちにチャンネル登録と高評価よろしくね。今日は上限の5、ギョッコの声優を予想していこうと思うよ。まずこれが上限の5、ギョッコだよ。いつも壺の中に入っていて、壺から壺に瞬間移動したり、魚を操る血気術が使えるんだ。ギョッコの血気術はすごく強力だからね。アニメで見られるのが楽しみだよ。さてここからはギョッコの声優を予想していくよ。俺の予想は声優の中尾流星さんだね。ドラゴンボールのフリーザやアンパンマンのバイキンマンなど人気作品のキャラクターを多く演じている超有名声優さんだよ。俺もギョッコにはぴったりの声優さんだと思うぞ。視聴者のみんなはどう思うかな？コメント欄でみんなの予想を教えてくれ。というわけで今日も動画を最後まで見てくれてありがとうね。じゃあまた次回の動画で会おうね。バイバイ。背を高く。